レイキャッチャーズボイス、レイキャッチャーズボイス、レイキャッチャーズボイス。ジャーナリスト青木治さんのレイキャッチャーズボイス、今日のテーマはこちらです。核実験を強行した北朝鮮、必要なのは圧力なのか対話なのか。はい、先週テレビ朝日の朝の番組で青木さん、北朝鮮について触れておいででした。僕がレギュラー出演している番組、たまたまその当日の朝に北朝鮮が日本上空を通過する弾道ミサイルを発射した日だったんですね、はい、で当然ながら、まあ、これ2時間の番組なんですけど、2時間全編この問題をやるということで、まあ、いろんな指揮者の方々と議論をする中で、僕ではなかったんですけれども、はい、その北朝鮮がすでにその、まあ、核開発をやめる気配もない、弾道ミサイル開発をやめる気配もない、で彼らはアメリカから、体制を守るための手段として基本的にその核開発、ミサイル開発をしているんだけれども、でも金正恩体制はもう持つということを前提として核保有国としてアメリカと対峙するということ、核保有国と認めた上で対話せよということを、うん、そのどうも求めているのではないかと、今の雰囲気で言うとですよ、ええ、なのでじゃあどうしたらいいのかっていう話の中で、アメリカは、ね、その今日オープニングの中で岩村さん、共同通信の岩村さんもおっしゃってましたけれども、うん、核を放棄しないと対話しないよと、アメリカはね、アメリカはというふうに言っているということでは、はい、これはもう対話が基本的に成り立たないのではないかと、うん、北朝鮮はそれじゃ対話に応じないんじゃないかということになってくると、さてどうしたらもんかという話になって、ということはそのある指揮者の方が、これは北朝鮮の対話の出口として核放棄というものを見据えつつ、核を持っている北朝鮮と交渉をするというしかないんじゃないかという話をされて、僕もだとすると非常に難しいことになると、うん、例えばアメリカがそういう形で米朝対話に乗り出した場合、じゃあ日本はどうするのかということになるわけですよね、はい、で核を保有しているという状況での交渉ということになると、日本も実を言うとその自民党の政治家などを中心にすごい反発があるんですよ、うん、むしろそれをやったらアメリカの日本に対する裏切りだっていうようなことをおっしゃってる自民党の政治家の人たちもいる、うん、それから韓国もそうですよね、そういう形で米朝が対話するってことになると、この韓国の場合にはさらに難しくって、あそこは南北対話っていうのはある種同じ民族間の対話ですから、そのなんていうの、朝鮮半島の問題は自分たちで決めるんだっていうもちろんプライドとかもあるので、韓国も さらにハードルが高いってことになるので、なかなか難しいけれども、僕もそれしかないのかもしれませんねという話をしたんです、うん、長くなりましたが、はい、という話をしたら、まあ、どうでもいい話なんですけれども、一部のネットメディアなどで僕がその北朝鮮の核保有を容認発言をしたと、うん、いうふうに書かれて、まあ、いろんなところから取材が来たりとかして、あるその産経新聞系列のインターネットメディアなどからは、核保有論というのを言った理由について原稿を書いてくれと言われたりとかして、うん、まあまあいろんなところで批判をされたんですけれども、僕が言ったのはその以上のような経緯で、うん、核保有論ということを言ったつもりはないんですね、うん、ただしこれは真剣に今日このデイキャッチャーズボイスのコーナーで京家さんも一緒にですね、こうどうするべきなのかということを、うん、やっぱり議論するべきだろうと。どうも北朝鮮はこれまだ追加挑発をしてくるんですよ、明らかに、うんうん、こういうこのペースでいくとまだ弾道ミサイル撃つ可能性もある、場合によっては核実験をさらにする可能性がある、うん、でそれに対して、安倍政権、あるいはトランプ政権はさらに圧力を強めるって言ってるんですね、はい、でこれ以上の圧力って何かっていうと、例えば石油の禁輸であるとかっていうことも視野に入れつつ圧力を強めるんだって言ってるんだけれども、圧力を強めるだけで果たして出口戦略ってものを持ってるんだろうか、うん、これもしかしてですよ、ひょっとするとこのまま軍事行動にまで突き進むつもりなんじゃないかと思われるような、うん、まあ、ある種北朝鮮も威勢がいいけれども、日米も威勢がいいんですよ、うん、果たしてこれでいいんだろうかっていうあたりを僕ちょっと今日議論をしたいなと思ってきたんです、うんうん、確かそれ29日の朝のモーニングショー、はい、そうですね、だったと思うんですが、その時、はいはい、ご一緒されていた政治学者の方がね、はい、拓殖大学の武貞秀樹さんですね、はい、でその先生が、武貞先生が、うん、アメリカが北朝鮮を核保有国として認めることは絶対にないんだとおっしゃって、うんうん、で北朝鮮の核ミサイル開発のスピードが速くて、うん、兵器の精度も高まっているので、うん、核放棄を前提に話し合いを進めようとするのはもはや
手遅れなんだとおっしゃってます、うんうん、だから核兵器を持ったまま使わせないようにしながら議論して戦略として最終的に放棄してもらうと、うん、そうせざるを得ないんだというような内容だったと思います。だから振り返ってみますと、ええ、オバマ政権の時の空白期間、オバマ政権はその戦略的忍耐と称してある種北朝鮮を放置したわけですよね。でそれを日本も別に特に異議を唱えず、ね、うん、という状態がずっと続いていて、この時ってやっぱりいっぱい問題多かったんですよね、むしろそれによってその間ずっと北朝鮮は核開発ミサイル開発を続けてしまってここまで来てしまったわけですよね、うん、で今の状況っていうのは実は何かっていうと日本の危機が急に増えてるっていうことではないんですよ、はい、むしろ日本に対して届くようなそのミサイルっていうのはもう100発単位で北朝鮮は配備してるわけですね。なので日本に対する脅威が差し迫ったっていうよりはむしろアメリカに対する脅威がどうも出始めてきたよっていう状況の中、トランプ政権がオバマ政権とは違う状態でこの危機をなんとか排除しようじゃないかっていう動きをしていることによって危機が一挙に高まってるっていうのが今の現状なんですよね。でそうなってくると、じゃあ今の北朝鮮もおそらくその日本に届くミサイルは持ってるわけです。でアメリカに届くようなミサイル開発の最終段階にともなりつつある。それから核も搭載可能な状況にもうかなり近づいてきているっていう状況になってくると、今お前ら放棄しないと話し合いしないぞ、圧力だ圧力だって言ってると北朝鮮がこう話し合いの場に出てくるっていう可能性が非常に少なくなっちゃうわけですよね、うん、でこれ、まあ、半ば冗談で言うんですけれども、これ戦前の日本とすごく似てるんですよ。そうだよね、うん、戦前の日本もこれ僕北朝鮮に何度か取材に行ってるんですけれども、僕ある時に北朝鮮に行った右翼団体のメンバーの人がね、戦前の日本とそっくりだっていうようなことをおっしゃってて、うん、そうだなと思ったんですよね。つまりいろんなところにこう指導者のご親衛があって、それからそのアメリカに対しても足ざまに公的メディアが言うわけですよね、うん、あれも日本の戦前の鬼畜米英なんていうのに近いわけですし、うん、戦軍政治っていうのもある種軍事を優先する、軍部を優先するっていうのも、まあ、ある種日本戦前の日本に近いところもあるし、うん、から市民がありとあらゆる自由を奪われてすごく窮乏に苦しんでるっていうのもある種戦前の日本に似てるところがある。で戦前の日本どうだったかって言えば、そのいろんな国際社会からの警告圧力もあったんだけれども、それにむしろ反発をして国際連盟脱退をして、うん、で最後の最後にはこう ABCD 包囲網でその経済アメリカを筆頭とするその各国主要国から経済圧力を受けて、最後命綱 の, その石油が取られちゃ止まっちゃって、で自存自衛のためだっていう船のつま石油の航路が断たれちゃったわけですよね。そうなんですよ。そうで、うん、自存自衛のためだって言って踏み切ったのがパールハーバーだったと、ね、いうことを考えると、結構戦前の日本と、まあ、総じ系とはもちろん言いませんけれども、うん、こう通じるようなところもあるわけですよ。でもちろん圧力かけるっていうことで、それで出口があるんだったらいいんですよね。それで北朝鮮が降りて出てくるっていうような見通し、出口戦略を描きつつの圧力だったらいいんだけれども、うん、どうも今のトランプ政権にそこまでの出口戦略を描いている節はないわけですよね。先ほども申し上げましたけれど、そのまだその国務省の東アジアの外交を統括するようなセクションの人事すらほとんど決まっていないような状況の中で、そのマティス国防長官やティラソン国務長官なんかはこう冷静に対応しようとしているけど、トランプさんがツイッターでなんか何でも好き放題なことを書いて圧力挑発がどんどんこう緊張が高まっちゃってるっていう状況の中で、そのトランプ政権と一緒になって圧力をさらに強めるんだ。先日弾道ミサイルを北朝鮮が日本上空通過するミサイルを発射した直後に日米の電話会談、首脳会談があって、それ終わった後に安倍さんは、さらに圧力を加える、高めることで北朝鮮 の, その政策を変えさせるんだという話をおっしゃったんですけれども、果たしてそれで変わるのかと、うん、で変わらないってことになってくると出口戦略がないってことなんですよね、うん、だからそれだったらむしろそれじゃあどうやってこう対話の道筋を考えるかっていうことになってくると、やっぱり先ほどの話に戻るんですよね。その北朝鮮をどうやって対話の道に引っ張り出してくるか、金正恩、これ、ね、繰り返しますけど、金正恩ってまだ1回も首脳会談してないんですよ、うん、どんな人物かもよくわからないんですよ。つまり金正恩を何とかして国際社会が対話の場に引きずり出すためにはどう考えるかってことになってくると、核保有の容認ではなくて、むしろ現状の核開発を凍結させる、それからミサイル開発も凍結させる、それから挑発行為もやめさせる、
から核の不拡散ですよね。これ一番怖いのはそのゲリラだテロリストだったりとかっていうところに核の技術とかが拡散してしまうのが怖いわけですから、核不拡散を止めさせる、止めさせた上で、で対話をするって出口として最終的にその北朝鮮 の, その体制を容認するのかどうか別としても核を放棄させる。で実は日本ってその時に北朝鮮にとってみるとものすごくモチベーションの高い交渉相手なんですよ、うん、なぜなら皆さんご存知だと思いますけれども、日本は北朝鮮に対してまだその戦後賠償が終わってないわけですよね、うん、で北朝鮮側にしてみれば日本と交渉すればいずれ超単位のお金が入ってくるっていうようなこうところもあるわけですよ、うん、つまり日本に対する交渉のモチベーションはあるんですよ北朝鮮は、うん、しかし今だったらアメリカにくっついてるだけでしょと思われてるだけなんだけれども、だから日本はやっぱりアメリカとともに圧力かけるのは否定しないけれども、と同時にアメリカの背を押して交渉の場を作る、あるいは交渉の場を作るように必死に外交努力を尽くすっていう局面が今じゃないかって僕は思ってるんです、ね、つまり核やミサイルを保有することを容認するのではなくて、うん、凍結するという、凍結させる、まずは凍結なんですね。そうです、容認ではなくて、で交渉の出口として最終的に核とミサイルを放棄させる、うん、ただその時には北朝鮮もメリットがないとダメなわけですから、はい、例えば日本との交渉でその資金が入ってくるんじゃないかとか、うん、北朝鮮の体制を容認してもらえるんじゃないかっていう北朝鮮側のメリットも提示した上で、その交渉の道、対話の道っていうものを作る、うん、そのためにアメリカに代わって日本がむしろ努力をするっていう局面じゃないかなと、しなくちゃいけないんじゃないかって希望も含めて僕は希望してますけどね、はい、青木さんのボイスでした。荒川行慶デイキャッチ、 TBS ラジオで月曜から金曜午後3時半から5時46分まで放送しています。